今回は3月1日の調整で降下時間は 6.7 から 7.5 カウントに。情報修正していただいた計略内助の祈りを紹介させていただきます。効果は四季音で青の最も武力の高い部隊の武力プラス2、対象が 1.5 コストの場合は武力プラス6、速度プラス60になる峠計略。両士さんの合流の祈りに速度調整をつけた効果になります。範囲は広く最も武力の高い青の武将を対象にしてしまうため、本来涙を 1.5 コストに確実に使うには紺色編成にして、青の最大武力を和豊様か牧野千冬様にするのがおすすめです。息子を頼む。断罪だ。死ななきゃ勝ちよ。月はあっちにあんのかよ。攻勢に転じる。アッパーレ。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。我が死は不正。打ち抜け。何のこれ式。敵の手にはかからない。ジオ、すまない。面白くなってきたな。流派発動。三の方侵略。息子を頼む。死ななきゃ勝ちよ。傷の心配はいらん。死なぬ。ウーリン火山の旗のもと結束せよ。流火の発動。一の方流派発動。二の方カズトヤ様、受け取ってください。月はあっちにあんのかよ。断罪だ。違えたな。断罪だ。攻勢に転じる。奮起解放。打ち抜け。なんのこれ式。侵略戦。死ななきゃ勝ちよ。
風林火山の旗のもと結束せよ。けがらわしい猛者め、これ以上サウス様に近づくな。ジオ、すまない、断罪だ。息子を頼む。月はあっちにあんのかよ。天気解放。傷の心配はいない。死なぬ。公正に転じる。敵の手にはかからない。残罪だ。なんだこれ式。侵略せよ。我が死は伏せよ。流派発動。二の方、うん、拙者の力お見せしよう、うんうん。切られたか。流派発動。三の方。このように式読んで使えるため、1試合に勝負できる回数を多くできるのも長所と思っています。今回は2試合あります。すべてあなたの手柄でございます。馬も褒めてあげてくださいね。よろしい、我が輩が相手しよう。セコンド。見つかってしまうだ。流派発動。一の方。断罪だ。二手に分かれて逃げよう。公正に
転じる。この茨たやすく通れると思うな。打ち抜け。流派発動。三の型二手に分かれて逃げる。ごめんなさい。逃げるが勝ちってな。大いに黒糸を選んでいると勘違いし無駄打ちになってしまいましたが、それでもしのげてしまうほど二度かけは高い効果になりますね。三の型攻勢に転じる。あっあおれ残罪だ。私が支えます。打ち抜け。行くぞ。残罪だ。この茨たやすく通れると思うな。打ち抜け。分かれて逃げる。逃げるが勝ちってな。ご視聴ありがとうございました。
てあなたの手柄でございます。馬も褒めてあげてくださいね。